大丈夫ですか？例のやつ、そろそろ時間なんじゃ。いや、まだいいだろう。俺がこいつをゆっくり味わってからだ。おう、表出や、キリュウ。踊るはこの店にもう顔見せんな言うたじゃろうが。うちのお客に勝手なこと言わないでくれる？こいつよりわしの方が常連じゃろうが。ママはどっちの方が大事なんじゃ？お？今度こそ白黒つけちゃるけえの。おう、はよついてこい。なんすかしとんじゃ。ちょっと南雲くん。あ、いや、また後で弁償するけんの。ごめんってキヨちゃん。すぐに戻る。かばちたれが。二度とここに顔出せないようにしちゃるわ。また後で来るけの。ほいじゃ。覚悟はええか。おう、ええ加減舐めとったらどえらい目に遭うっちゅうことを教えちゃるわ。念仏でも唱えとけ。わしもの、惚れた女の前で酷にされたままじゃカッコつかんけえの。広島ヤクザ敵に回したんが運のつきじゃ。すかした顔して舐め腐ってから踊りや。おい、なんじゃ。あまり時間がねえ。早いとこ済ませてんだがな。なんなれ、そんなに死に急ぎたいっちゅうわけかの。いいからさっさとかかってこい。お前の脳が効いてるとこっちの予定が狂っちまう。そんじゃったら安心せえ。今日から先踊れの予定は全部白紙じゃ。
綾子お姉ちゃんもひどいよね。今遥かの気綾子もいそれはでも豆も昼飯の時間か、うん、豆まだだからね。まだ食べちゃダメ。よし、はるかお姉ちゃん今頃何してるのかな。ちゃんとご飯食べてるのかな。はるかのことなら心配するな。そうだといい。はるか姉ちゃんが俺そうか。まったくおじさん、俺たちはるかね、はあ、あ、さっきね、はるかをね、SNS そうか、はるかについてはもしかしたらじゃあすまないな。あのさ、おじさん3年、朝顔そうもしかして俺がおじさんはでもああ。はるかお姉ちゃんをそうだな知り合い あいつならすぐに電